まあ、本日は約半年ぶりに、この岩泉町に参りました。台風被害から復興を果たしと、美しい龍泉洞はですね、いよいよ営業を再開することになります。たくさんの方々がこちらをご訪問していただくことがですね、地域、そしてまた東北全体の活力、元気につながっていきます。ぜひこの美しい龍泉洞に皆さん来ていただきたいと思います。そうですね、前いらしていただいてからですね、5ヶ月経過いたしましたけれども、おかげさまでですね、この国の方の予算の方もいただくことができまして、ヨーグルト工場の方はですね、この間起工式終わりまして、今基礎工事に入ったところなんですね。ですから、予定通りですね、8月ないし9月にはヨーグルト工場が稼働できるんだと思います。本当にありがとうございました。まあ、ヨーグルト作れないもんですから、この希少な水を使いましてですね、化粧水作ったりとかですね、サイダー作ったりとか、そういうことで前に進もうということで頑張っております。はい、お願いします。